今日は新武器の G36C を使って遊びます。それより医療アイテム持ってくるの忘れたので、そっちを探すのが先です。てか、ミリアル・タルコフをプレイするの6日ぶりなんですよね。そんなこともあって戦場必須アイテムを持ってくるのを忘れました。あ、カスタムは割と医療アイテムが落ちてるので大丈夫だと思いますが、インテリハウスなんかに行けばすぐ見つかると思います。ということでワープしてきました。軽くクリアリングして探しますか。まあ敵の気配がしないので大丈夫だとは思います。そしたらガチダンラテラコの武器の紹介をしますね。 G36C はドイツの H&K 社が製造したアサルトライフルです。弾薬は 5.56×45mm ナトー弾が使えます。コッキングハンドルの形が特徴的ですね。ミリアルはコッキングの仕草が結構好きです。皆さんも少し注目しながら視聴してみてください。そしてこの武器の費用はカスタム込みで7万円とすごくリーズナブル。でもミリアルは少し反動が苦手です。まだノンカスタム M4 の方が素直で使いやすい。アトレートも少し低いせいか UMP を使っているような気持ちになります。雑談していたら医療アイテムも集まってきましたね。こんだけ集まれば十分です。そしたらインテリの確認だけしますか。ミリアルここでインテリ見たことほとんどないんです。あ、検索するときはライトハウスに行くのであまり関係ないですか。それにしても敵が寄ってきませんね。珍しい。そしたらあさるだけあさって寮にでも行きます。未だにマークド部屋にマーカーを設置していない。誰か開けておいてほしい。なんか久しぶりに寮に来ました。6日ぶりの初戦闘行けるかな。やれるだけ頑張ってみます。うわ、相手ボルトアクションですね。ゲーム置かれたら廊下を進行するのはきつそう。相手を揺さぶるため立体的に戦っていきます。やっぱり反動がきつい。ミリアルこの武器苦手です。廊下の進行も無理そうですね。3階に戻って階段から圧をかけに行きますか。それより足音が2つ聞こえますね。もう1人の武器がわからない。マークスマンライフルを使っていますね。てかこんな時に弾が詰まった。このコッキングはかっこいい。先に手術をして、さらに別の角度から戦闘します。もちろんマークド部屋は空いてない。残りはボルトアクションの敵。この木に隠れて一旦回復。どこ？最後相手どこに
にいたのか全く分かりませんでした。それにしてもこの武器なかなか難しいですね。今後好んで使うことはなさそうです。多少お金をかければ使いやすくはなると思いますが、これにかけるくらいなら M4 を使います。またしても敵が来そうな感じがしないので寮に行きます。寮に行くにしてもマークドキーがあれば多少はモチベが上がるのですが、早くマーカーを設置したいです。なんか TMC がいました。突然接敵するのが一番怖い。なんか銃声が聞こえるけど無視します。これは戦闘が起きてますね。リリア君も混ざります。この辺の映像をかなりカットしていますが、寮だけで8分くらい戦闘していました。この武器を使った感想ですが、リビアル的には微妙です。もっと上手くなれば使えると思いますが、今の実力では使いこなせませんね。ここまでのご視聴ありがとうございます。まだチャンネル登録と高評価をしてない方はぜひよろしくお願いします。もう少し動画は続きますので、よければ最後までご覧ください。そしたらミリアルはお先に失礼するということで、次回なら